じゃあ今日は幅広の骨盤枕を使いましょう。この枕をよく下に置きますね。で、肩甲骨の下に引いて胸をこういう風に上げるわけですね。ここら辺ちょうどバストの真下を目指してください。で、ちょっとだらっとしましょう。わかります？ちょっと寝にくいですよ、バストの真下で。これでね、腰がめっちゃきつかったら高すぎるので少し薄くします。で、寝るだけでも胸が開くのでね、これで肩こりもだいぶ楽になると言われています。10秒ぐらい我慢してみましょう。で、きつかったら先に抜いてください。ちょっと高すぎました。いけますか？少し腰は浮いてますよ。はい、どうですか？自分でね、いい位置探してくださいね。はい、それじゃあこれにちょっと動きをね、足していきますね。動きを足します。もしきつかったら枚数減らしてくださいね。はい、じゃあ行きます。まずですが、さっきの万歳動作をやりたいので、手を真横から横に切って、で、上までぐーっと伸ばします。で、ゆっくり横下、割ときついですね。なので今やってみてきつかった方はタオルを減らします。で、大丈夫でしたらもう一回いきます。真横上、伸びて、で、あまり腰が痛かったら足を三角にちょっと折ってみてもいいでしょうね。それとやっぱりタオルの枚数がきつすぎるってことはあるので、そういう場合は減らします。で、真横で下、